トライク検証にホンダ新 V3 エンジン、ヤングマシン人気記事トップ3、11月第2週版。3位、なんと電動火球の V 型3気筒エンジン、ホンダが全く新しい内燃機関搭載コンセプトモデルを世界初公開。ホンダが世界を驚かせる革新をエイクマ2024で発表しました。これからご紹介するのはまさにその革新の象徴である電動火球 V 型3気筒エンジン搭載の新たなコンセプトモデル、その詳細を深く見ていきます。ホンダは約40年ぶりに V 型3気筒エンジンを採用し、その革新として電動火球機を搭載しました。電動火球機はエンジンの回転数に依存せず火球を制御でき、高回転にも素早く対応可能です。加えてスリムな設計がバイク特有のスペースの制約を克服し、マス集中の自由度が確保されています。この革新技術を通じてホンダは内燃機関での新たな挑戦を示し、ライダーに操る楽しさや所有する喜びを再び提供するでしょう。未来のスポーツツアラーやクロスオーバーモデルの可能性も視野に入れています。このコンセプトにおけるフレームやサスペンションも注目です。トラスフレームやプロアームの採用など未来の市販モデルに大きく影響を与えうる仕様が散見されます。エンジンの設計には DOHC とダウンドラフト吸気が採用され、右側のクラッチ周辺は DCT の可能性を漂わせています。この技術革新はオートマチックトランスミッションの普及のように、今後の市場にユニークな波及効果をもたらすと予想されます。ホンダファンはもちろん他のライダーにとっても注目すべきトピックです。フレームはコンセプトモデル用に製作されたダミーの可能性が高いですが、このまま市販車につながるなら大きなトピックになりそうです。答えが明らかになるのは早くて2025年のエイクマになるでしょう。その動向に注目です。2位、ミッドナイトスペシャル再来、ヤマハ XSR900 ブラック×ゴールドの2025年モデル登場。2025年、ヤマハは再びミッドナイトスペシャルを世に放ちました。漆黒のボディにゴールドのアクセントが魅力的。もしあなたが人目を引くバイクを求めているなら、新しい XSR900 はその答えでしょう。このモデルのデザインは1980年代のヤマハのレガシーに根ざしています。ミッドナイトスペシャルの名を冠し、クラシックな要素を現代的にアレンジ、まさに過去と未来が融合した一台と言えるでしょう。まず目を引くのはそのブラックボディ、そしてゴールドのホイールやトップキャップが際立ちます。これらのデザイン要素は往年のヤマハファンには懐かしさを、新しい世代には新鮮な驚きをもたらします。 XSR900 は MT-09 をベースとしつつ独自のスタイルを追求。並列3気筒エンジンを搭載し、そのパフォーマンスはさらに洗練されています。丸型の LED ライトやバーエンドミラーは確実に目を引くディテールです。この魅力的なモデルは北米市場での販売が決定。価格は$15,999からです。ベースの XSR900 をおさらいしておきましょう。アシスト&スリッパークラッチ、6軸 IMU、 クルーズコントロールなど最先端の機能が搭載されており、ライダーはより快適で安全な走行を楽しむことができるモデルとなっています。さまざまなライディングモードとクイックシフター機能も標準装備。 XSR900 はその視覚的なインパクトだけでなく、どんなシーンでも最適なパフォーマンスを提供してくれます。1位、トライクはカーブで転ぶ。 AP トライク125で箱根峠を走って検証して特性をまとめてみた。昭和の三輪車が持つ転倒の逸話は昔の話です。現代のトライクである AP トライク125で箱根峠のカーブへ挑戦して検証します。普段からバイクに乗る人でもトライクの走りは新鮮。
AP トライク125は通常の速度であれば驚くほどの安定性を発揮し、横滑りやホッピングを最小限に抑えられています。普通に走ってきて普通にブレーキかければ普通にコーナリングできます。下りにおいては普通の車と一緒に走っても問題ありませんでした。速度の限界はタイヤがすぐに教えてくれます。結果としてトライクは峠道でも転ばないことが分かりました。現代のトライクの三輪構造が安定しているのか、それともサスペンションの性能なのか、通常の速度でカーブを走行する分にはほとんど転倒の心配はありませんでした。むしろ危なかったのは都市部での低速交差点。交差点を曲がるとき、信号が切り替わるときや対向車がいるとき、急いで曲がろうとしたときに、また U ターンのときなどにも後輪がふっと浮き上がる感覚がありました。旋回半径が小さければ小さいほど危険が伴います。峠道のコーナーなら緊張感もありますが、街中の駐車場のちょっとした U ターンなどはハンドルも大きく切ってるので、ちょっとアクセルを開けただけでいきなり不安定になることがありました。それさえ注意すればとても楽しい乗り物です。とはいえかなり癖のある走行フィーリングですので、慣れないうちは安全な道などで十分練習してから遠出をするようにしましょう。